皆さんこんにちは。今日は2021年令和3年3月7日日曜日、僕はただ今静岡県高田郡函南町にございます酪農王国オラッチェに来ております。天気の方はご覧の通り曇っておりますし、また風も吹いております。そして寒い。ところで2011年平成23年3月11日14時46分、その時東日本大震災は発生しました。その震災で全てを失い絶望する人、未経験の不安に震える人、そして生きていることに頑張っている人に向かって頑張れとは言えるはずがありません。そのような最中、表題の通り被災していない僕たちは頑張るといった趣旨で行ってきたイベントと伺っております。あれから10年近く経ち、一つの大きな節目を迎えようとしています。この動画では先ほどの通り大きな節目を迎えようとしています被災していない僕たちは頑張るについてお伝えしていこうと思います。前置きは長くなってしまいましたけども、お付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。それでは早速会場の中へ入ることにしましょう。会場は割と早い時間帯からある程度にぎわっていました。チャリティーイベントは誰か困ってる人がいるから、イベントが継続していくのであって、ついにこのイベントを終わりにする時が来ました。本日は皆さん目いっぱい食べて飲んで、歌を聴いて体験して楽しんでいってください。よろしくお願いします。今日は皆さんコロナの中でいろいろ対策大変ですけど、たくさんお金を使ってたくさん楽しんで、帰っていってください。どうぞ事故なく最後まで、お過ごしください。それではただいまより第9回被災してない僕たちが頑張るファイナル、スタートします。よろしくお願いします。それでは出店をいろいろ見て回ることにしましょう。今回はファイナルを歌うだけあって出店はかなりの充実ぶり。見たところ結構出店があるようですけども、全て回りきれませんので、気になったものだけをピックアップしていくことにしましょう。それにしてもすごい行列ができてますね。この並びっぷりなら味の方に相当期待できますよ。これ列の先頭が見えてまいりました。あと少しですね。そしたらステーキ1つ、ステーキは1つ1600円でございます。お待たせいたしました。こちらは仙台牛のステーキになりますので、まあご厚していただくことにしましょう。仙台牛のステーキ美味しくいただきました。まだまだオムライスはあるのでしょうか。ちょっと行ってみますか。すいません、オムライスありますか。はい、あります。そしたらそれを一つください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
ってもらった方がいいかもしれないです、はい、ありがとうございます。まあさすがにステーキだけでは足りませんので、こちらのオムライスもいただくことにしましょう。うわ、トロトロした卵があって、これは美味しいな。これは美味しい。なんと言いますか、中身がトロールとしたオムライス、これですかね。こうも寒いとラーメンが欲しくなるので、これもいただくことにしましょう。はい、どうぞお待たせしました。はい、ありがとうございます。こうも寒いとこういったラーメンが欲しくなるもんです。それではさっさといただくことにしましょう。やっとご飯だやっぱ寒い時にはラーメンに限りますよ。とりあえず天ぷらかなんか行きますか。すいません、さつまいもの天ぷらってあります？はい、あります。その一つ。はい、ありがとうございます。塩は？あ、お願いします。お待たせしました。はい、どうも。こちらが三島甘蔗を使ったとされる天ぷらですので、早速ですけれども熱々のうちにいただくことにしましょう。やっぱ芋の天ぷらは熱々のうちに食べるに限るな。そうそう、酪農国といったらあれを忘れてはいけませんね。それでは早速行ってみましょう。すいません、ソフトクリーム一つで。はい、ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。酪農王国といえばやはりこのソフトクリームを外すわけにはいかないでしょう。
ステージもファイナルを歌うだけあってなかなかの充実ぶり。やっぱり来た、やっぱり。しばしの間、キャラクターさんたちが園内を巡る様子をご覧ください。キャラの皆さん、そこで集合写真です。キャラさん。椅子前に抱ければいいわ。兄さん、座って、座れ。その手が。いるね。心も汚れてるから。もうとっくに。置いてんじゃん、頭の。そこの前、ちょっと怖いやな。後ろで遊ぼうで、あとしそうなのがいるから、あげたらいいんだ、そっち。そこ
全然見受けもしないじゃん。ご飯もらってるのか。ちょっと出たんですかね。美味しい。ガメついなってたのか。もう一回、もう一回になった。ああ、持って帰ってきた。油断したら。油断も隙もね。どうぞ。全員分入ってる。時間になりましたら鐘が鳴りますので、会場の皆様にはその場にて黙祷をいただき、震災によりお亡くなりになられた方々への哀悼の念と、被災地の復旧復興のさらなる進展を祈願いただきます。誰かのために役に立ちたいなんてこんなに強く思ったことはなかった。生きるって大変なことだって知らなかった。
亡くなった一人一人が思い描く未来はどんなだっただろう。考えるだけで胸が熱い。生き残った一人としてこの事実を伝えなくちゃいけないと思います。震災が発生した時刻である14時46分から曹洞宗の僧侶による法要がしめやかに執り行われました。今回の被災していない僕たちが頑張る。東日本大震災発生から約10年が経とうとしている今回、大きな節目にふさわしいイベントと相成りました。イベントそのものは今回が最後となります。しかしながら東日本大震災の記憶は決して風化させてはなりません。また聞いた話では復興は道半ばと伺っております。そのような中、被災していない僕たちに何ができるか、そういったことも考えていかなくてはなりません。加えて言えば、災害の当事者になった場合どのような行動を取っていけばいいのか、このこともよく考えていかなければならないでしょう。以上をもちましてこの動画を締めることにいたします。それではご視聴ありがとうございました。お気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またツイッターおよびフェイスブックもございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。